定年退職を迎えられるということで、素晴らしいどこがあの業務外なんですということで、今までの投稿を振り返ってもらってちょっとインタビューしていけたらなと思います。面白そうな話が聞けそうですね。ドキドキ楽しみにしてます。香里さんはですね、とても得意なことがたくさんあると思うんですけれども、その中でも語学に対してとってもなんていうのかな、そうですね、得意じゃなくてオタクです。そこはでも重要なポイントかもしれません。その語学はどこからなんか興味が生まれたのかなと思って、大学入って文学言語学が授業になって、その先生もやっぱり素晴らしく面白い方だったんですけど、オノマトペの話とか、あと日本語にはその濁音、もともとの日本語には濁音から始めるはずだったことがない。はいはい、じゃあごまは何ですか、サンスクリットもですか、学会はどうですかって、それはね、オノマトペから来てるんです、書くっていうそのうなだれた感じの音から作られてるんですけど、どんどん言うたんびに聞かされて、あ、これ面白いと思って、で外国に目を向けたのは、高校に入って海外公演とかもするようになって、いろいろ言葉が違うじゃないですか、一番伺った時によって。それで一番初めにやられたのがフィンランドで、50かなと思ったのかな。で、おいくらですかって言ったら、40って言ったんですね。40。で、4に頭、アクセントがあると、英語では絶対40っていうイメージ。だけど、もともとフィンランドは5等にアクセントがあるから、じゃあ50で頼めると思って出したら、すごいたくさんのそれをもらっちゃって、やられたフィンランド語のアクセントと思って。それを思ったことと、あと東京外語大から語学指導に二浦先生が来て、お世話になってくれた。アンセムに関してはすごく増えてきましたけど、やっぱりああいう方の話を聞いてると、私の田舎は岩手なんだけど、正月に来る寿司で、食べるお寿司で煙突にたまる寿司、それをすすって言うんだけど、それはどう違うんだって聞かれたんだけど、今だったら、すし、しは愛の田んぼ犬、発音記号、すは手話に近いんだけど、ちょっとその後に正門閉鎖的な受け止めて、すすじゃなくてすすってこう止めてもらってるとか、いろいろね、そういうのを考えるようになって、日本語だからいっぱいそういうのに分けたら面白いなとか、いろいろ考えてるし、ますますマニアになってくっていう。なるほどね。そんな感じです。男性も大きな。そうですね。やっぱり多分皆さんもそうだったと思うんですけど、アンセム初めの頃にはちょっと耳で頭で理解すると、例えばカタカナで書いたりすると結局それが再現できないところもあったと思うんですけど、そういうのやっぱり聞き分けられるよ。耳も超えましたね。そういうのが理解できるようになっていくんでしょ。この時はこういうふうに発想するんだ。そういうのもやっぱ面白いなと思います。まず投稿の入団の前に、歌とか合唱とかにこう出会ったきっかけというか、始めたきっかけみたいなのがあります。合唱って言ったのは、私の合唱とかもやってたし、中学校でも、合唱コンクールとかちょっとだけ出たんだけど、もう本当に合唱って考えて始めたのは高校かな。で、なんでかというと、その前でそんなに小中とやっててもそんなに楽しいなとは思ってなかった。なんでだろう、なんか分かんないけど、
まあ、重症はね、はい、姉ともうちっちゃい頃からずっとやってたのね。じゃあ、歌も大好きだった。歌謡曲とか聞いたら必ず昔はデュオで歌ってるグループにいっぱいいたから2人でそれをやってたんだけど、そのうちにその姉にメロディーを歌ってもらって勝手にそれにつけるとかいろんな曲をやってすごい育ってきたから、定型文の小学校中学校の曲が今一つ止まんないかな大人ですね。まあ高校に入ったら私の結局道の道しるべを示してくれたようなとても素敵なとても素敵なところ先生にお会いしてね、合唱の道に入ってったんですけど、音楽の先生、音楽の先生、そうですよ。会社としても1年目でバルトトークとか古代とかいっぱいあって、すごいですね。それも、そう、なんかわかんないけど、いっぱいたくさんの言葉でそれが出て、その言葉を何種類もアンプさせられて、で、同じ曲をだから違う言語でやったから、その頃も多分面白いなとは思ってた。もうすでに言語の興味のアンテナがあった。そこからこう投稿を目指すことになったっていうのは、そうですね、いつから。大学に入って、まだ私は高田三郎先生の合唱団に行ったんだけど、それはそれでも楽しかったんだけど、そこにも作曲家の方もいらっしゃって、作曲家っていうか、家じゃないもんね、作曲の方もいらして、その方の新曲とかもやってたんだけど、でその時に、田舎のその、まあ、もう一つあった高校の混声合唱団とか、こっち東京で合唱やらないかってことで声かけてくださって、それでまあいろいろ合唱やって、東京都の合唱フェスタルのコンテストとか出て、いくつも動画とか歌ってたのね。で、まあその当時だから今みたいに、はい、なんかをダウンロードしてみたいなのがなかったので、みんなあったりレコードとかで聴いてたんだけど、その時に教材として使ったのはほとんど東京混声合唱だったので、まあ、ちょっととっぽい曲をやってたせいもあるけど、そんなのを録音してるのはうちしかないのでこの合唱団すごいねって話になって、で、まあ、田舎の子だから、カオリさんその曲知らない、その団体知られますかってここすごい団体ならではとか言われてね、そうなんだって。ただまあ大学でね、ちゃんとその頃は大学で見ちゃうんですけど、募集日とかで見て、たまたま投稿のポスターみたいなのを貼ってあるのを見て受けてみようと思って、入団されたんですね。なるほど、投稿に来た、ヒストリー深まってきた。さあ、そして入団されてからの話も